死ぬところを見るだけなのよ。何回もそんなの、岡部が壊れちゃう。壊れなどしない。俺が何回マユリの死を見てきたと思ってる。何回も見てきた。何回も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 。心が壊れたりしない。何度繰り返そうが同じ。自分が何言ってるか分かってる。マユリが苦しんで死んでいくのよ。そんなもののわけないじゃない。それで岡部の心が動かないんだとしたら、もう岡部の心は壊れている。もうやめて。本当に壊れちゃう。助けて。そうしないと本当に岡部が壊れてしまう。マユリを見殺しになんかしたら絶対に後悔する。マユリを助けようっていう思いだけで岡部と私はここまで来た。ここでやめたら一生後悔し続ける。マンホールの中で寝たことあるが、まだガキだった。コンクリが冷たくてな、骨に染み上がる。3日も4日も何も食べねえで、ずっと横になってると起き上がるんだよ。ネズミが死体と間違えてかじる。あの時さ、糸が垂れてたんだ。蜘蛛の糸。そしたら登るしかねえだろう。たとえ行き着いた先でこの手を汚すことになったとしても、そうやって糸を登って気がついたら操り人形。